いどうも、プロボーラーの磯 P です。はい、前回の続きでございます。はい、プロテストのお話です。今日はね、あんまり普段話しない、プロテストのね、投げる時のね、移動とかでもいろいろあるよっていうところなんですけど、その前にね、これ前回出してた見えないですよね、この2次テストの1日目から4日目までの各年度でのこのね、参加人数とかのアベレージをのデータなんですけども、こちらをね、森谷さんから、ちょっと引用させていただいているので、貼っとくので、興味あったら見てください。でね、この森谷さん本当にね、ボーリングもね、国体のね、チャンピオンの実績もありまして、で僕らの中ではね、ボーリング調べる人というあだ名を勝手につけて、いろいろね、すごい情報とか、面白い話とかもね、されてることあるんで、ツイッターね、森谷さんの入っとくんで、よかったらね、興味ある人、ぜひフォローしてあげてくださいっていう感じで、これもね、今日はあんまり使わないですけど、貼っとくんで、興味ある方はぜひ見てください。はい、っていう感じなんですけども、はい、まずこの1次テスト2次テストの前にボックス移動、これね、プロテストとかプロの大会っていうのはもう1ゲームで移動します。これも人数とかによって違うんですけど、同じボックスで続けて投げることないです。もちろん何回かこうね、左右飛んでたりしてる間に同じところに入ったりすることもあるかもしれないですけども、そこでよく言われるのが、男女で差がコンディションであるんじゃないかとか、男子と女子で一緒に投げたら女子が不利じゃないかみたいな、そういう話もね、よく聞きます。っていうのもね、多分女子だけで投げるのと男子だけで投げるのと男女混ぜて投げるんだったら、やっぱりコンディションの変化っていうのが違うんですよね。だから特に15ゲームっていう長丁場なんで、毎日、そういうところの変化っていうのも、あるかと思うんですけど、だからそこのね、前回もねちょっとお話したんですけども、何年か前の話がどうだとか、それ差があるんだとかね、そういう話もしましたけども、だってプロテストですからね、当たり前です。ずっと同じ条件のプロテストなんで、そんなんねあるわけがないっていうところなんですけども、例えばすごい適当に書きますよ。男子男子男子、これ男子だけのボックスだと思ってくださいね。仮に男子だけのボックスが 1,2,3,4,5,6,7 個あったとしましょう。で、女子だけのボックスが 1,2,3 個あったとしましょう。合計10ボックステストで使いますと。はい。で、こういう時に、これじゃちょっと少ないかな。じゃあもう一個増やそう。はい。はい、こうしましょう。はい。男子8ボックス、女子4ボックス。ってなった時に、普通は、2ボックス飛ばして3ボックス目とかね、3ボックス目の移動とかになるんですけども、これはね、横に移動するぐらいで考えておきましょう。はい、はい、はい。で、これをね、移動するときに、例えばいろんな方式があります。例えばここね、男子と女子の境目ありますよね。ここをどうするかっていうことですよ。例えばこのこのボックスはここへ移動する、こう移動するってなるわけですよね。で、ここのボックスはここへ移動するんですけど、このボックスがここへ移動するのかここへ移動するのか、はい、言ってること分かりますか。男子は男子だけでサイクルするのか、男女ごちゃ混ぜで行くのかっていうね、話です。だから例えばこの人は女子受験者が投げたところへどんどん入っていくというのとね、で例えばこの女子受験者はこう移動して、ここの人はこっちへ来るのか、次こっちへ来るのかっていうね。だから男子受験者だけで回るときと女子受験者も一緒に回るときと、これね、どっちもあります。これどういうふうに決めてるのか知らないんですけど、ある程度予想できるのはやっぱり人数ですよね。受験人数、はい、そこはねある程度仕方がないんですけどね。例えば関西最近ね女子の受験者少ないんですけど、仮に女子の受験者が、3人ないし4人でワンボックスだけだったら、女子だけだったら同じところになっちゃいますよね。だから必然的にこういう風なね移動にはなるんですけども、だから例えば関東だったら女子の人数が多いから、女子だけで回して男子だけで回してみたいな、そっちの方がね公平にはなるんですけど、
だから例えばいきなりその、まあ、女子の方がやっぱり外のラインを投げる方が多いんで、だからそのある程度やっぱラインの変化のなし方も違うわけですよ。だからこっちの人だったらずっと男子が投げてるコンディションばっかりずっとね移動してくるけど、こっちはあのここら辺の人は早めに女子が投げ始めたコンディションでな、ね投げる、まあ、それがいいか悪いかは別としてやっぱりあの差が出るっていうのもあるんで、まあ、男子女子だけであの回るっていうのもいいと思うんですけど、まあ、これねやっぱりあのアベレージを見てるとねすごい分かる時があるんですけど、明らかに女子の方が点がめっちゃ高い時があります。はい、そうです。だからこのね別々でこのやってる時にこっからねこっち側とこっからこっち側でコンディションが違う、男女でコンディションが違うっていう時はあります。はい、これねはっきり公開はされてないですけど、まあ、そんなんねあの点数見てたら分かるし、あの今年はね無観客ですけど僕定期的にね見に行ったりしますし投げさせてもらったりすることもあるんで、あの明らかに違うやんみたいな時もありました。ぶっちゃけね僕らの時はあの2時は男女別だったんかな、もうはっきり覚えてないですね、もう10年11年前なんで。でとりあえず、まああのまあ、明らかに、ね、違うやんみたいなことも多々あります。あ僕らあの2次女子別だったわ、で多分連コンディションも違ったんじゃないかって言われてますけど、まあ、実際のところは知りません、はい、っていう感じなんですけども、そう僕ら、ね、1次の時、ね、ちょっと変わってて、 ある程度この最初あの受験ナンバー順でこう並ぶんですけど、で、2日目からあの順位順に並びます。ちょっとどういう感じか忘れましたけど、その時の1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位、8位、9位みたいな感じで、だからこのトップのいてるところね、ロイヤルボックスってよくね、言ったりするんですけども、で、この僕らこのね、3日目から男子の1位、男子の2位、女子の1位、で男子の3位、男子の4位、女子の2位っていう感じで、男女ごちゃ混ぜで同じボックス入りました。僕ねそのまま1時はちょっと1位だったん で僕とあと、ね、女子の1位 の、ね、あの岸田由香プロ、ね、僕同期で1時関西一緒に受けてたんですけど、岸田プロと3日目4日目ね、一緒に投げた記憶もありますっていう感じで、だから本当にねあの、まあ、人数次第っていうのはあるんでしょうけど、だからそういうのもねはっきり決まってないんで、まあ、だからあの例えばあの女子がすごい点数打ってて、あの1時230とか阿部あったけど、あの2時は初日から190しか打ってない、おかしいやんけ、プロ強化やる気あるんか通す気あるんかみたいなね投稿もありましたけど、まあ、別に、ね、ある程度あの、まあ、そんなに知らない人が、まあ、言うのはいいんですけど、やっぱりねある程度知っちゃってる発信する人がね、あ、まあ、知った感じで言ってしまうと、まあ、実際ね知ってる人からしたらおいおいみたいなね感じで見られますし、でもね知らないね初心者の方からしたらはあそうなんだってね、間違ったことで納得されちゃったりね、しても困るんでね、まあそういうところはまあ気をつけましょう、はい、っていう感じで、まあ実際まあこういうね、資料とか見ててもね本当にすごい面白いなと思うんですけど、まあ、やっぱりねあの何らかの意図があったりとかして、まあそういう風にしてたりとかね、まあ、例えばいろんなセンターで、まあ、これぐらいだろうと思って、思ったより点数が伸びなかった、まあ、それはレーンが難しく なってしまったのか、思ったより受験者のレベルが低かったのか、でそれは分からないですけどもね、やっぱりいろんな要素があってこそのプロテストなんで、まあ、今はねあの大会とかはコンディション公表されてること多いですけど、プロテストはねあのそういうコンディションの公表もないんで、まあまあだからねいろいろみんなが思うことも分かりますし、まあ、あのプロテスト自体が、まあ、時代にそぐわないってやり方がねっていう人もおられますけど、まあ、実際それは今ねこの形式でやってる以上はそれに対してどうこうって周りがね言うこともないと思うんで、まあ、せめて言うのはプロテスト終わってからにしましょう。せめて4日間終わってから、あとね3日目4日目、ありますけども、だからやっぱりねあの受験者の方からお一人、DM をね、いただきました。あのお名前はね、ちょっと伏せますけども、まあ、こういうふうに言うとね誰と言ってね聞いてくる方もおられますけど、あのそういう人ブロックしますんで、あのしないでください、はい、っていう感じで、あの受験者の方からもちょっとねツイッター終わった時に見てなんかそういう問題がね、出ててあのちょっと悲しくなりましたって、でも、まあ、そういうね、ツイートしてくれてありがとうございますっていう感じで、あ、まあ、これねその受験者の方以外も何人かからね、まあ、そういうふうに
連絡をいただいたりもしたんですけども、やっぱりね、あの必要以上にね、まあ、騒ぎ立てるとやっぱりね、そういうふうに、見てる受験者の方もおられるんで、せめてプロテスト終わってからやっぱりこうじゃないかっていうね、お話ができたらいいかなと思います。もちろんね、あの時代に沿ったやり方っていうのもあるかもしれないですし、まあもっとね考慮するようなこともあるとは思うんですけど、今はねこれでやってる以上は、まあそれはね議論は先でいいと思います。で、最初の方にもね話してもらったこのねデータ、森谷さんがから提供いただいたデータ、これね本当にね見てるとね、あのいろんなことが想像できるんで、まあそういうのも面白いんでね、ぜひ皆さんこれをねもう一回見てほしいと思います。っていうぐらいで、まあ今日はね終わろうかと思います。まあ、プロテスト自体がね、まあ、いろいろ、まあ、どんどん、ね、注目されて、今年なんかは本当にね、あのプロテストの成績を見ようとしてサイトを見ると、あの繋がらなかったりね、今まで全然そんなこともなかったんで、まあ、それだけ今年ね、すごい注目されてるっていうことだと思うんでね、僕らはね、そういうところどうなるかっていうところね、見守っていきたいと思います。まあ、あとそうですね、プロテストのねコンディションに関してもね、やっぱりいろいろお話はあるんですけども、まあ、まあ難しいとかね、簡単とか、まあそういうね、日によってとか年によってまあ差があるんじゃないかっていう話なんですけど、まあそれでね難しくするんだったら、あのプロトーナメントももっと難しくしろみたいなねことも言われてる方も、まあ、結構おられたみたいなんですけども、まああのまあ、実際ねプロテストよりも、まあ、難しいコンディションめっちゃあります。だけどもっとね簡単打ち合いっていうコンディションも正直あります。まあ、ただね、あのプロテストとあのプロトーナメントっていうのは、あのそもそも目的が違いますよね。プロテストっていうのは200アベレージ、女子だったら190アベレージと戦うわけですよ。だからあの人に敵はいないんですよね。ただやっぱりプロトーナメントはあの自分以外全員敵ですからね。だからどうしてもね、あのトーナメントとかだったらいくら自分が頑張っても周りが打ったらねダメだったりもしますし、逆にプロテストっていうのはあのはっきりね、その基準が分かってる分だけ、まあ、戦いやすいっていうのもあるんで、だから実際ね、まあ、比べるものでもないんですけどね。まあ、ただやっぱりそういうふうに思ってしまうのもね、ある程度は仕方がないかなと思うんですけどもね、まあ、そこはもともと比べるところが違うという感じです。はい、という感じでね、今日は終わりたいと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございます。チャンネル登録まだの方よろしくお願いいたします。 Twitter や Facebook のフォローもお待ちしております。それでは。